一宮温泉は兵庫県思想市一宮町三包町にある温泉。約2億5000万年前に温泉地周辺がまだ海だった頃の海水が地中深くに閉じ込められてできた食塩泉である。温泉の濃度は人間の血液とほぼ同様の等頂性のため湯渡たりしにくい上に保温効果も高いとされる。2002年開業の舞鶴草群という地層の種類の一部で ある味方川断層の割れ目から流出する温泉。日帰り専用の鉄筋コンクリート造りの入浴施設である市宮温泉まほろばの湯一軒のみの営業。縄文鎌倉時代の複合遺跡がある家、原遺跡公園内の高台にあり、見晴らしがいい。石の浴槽の川の湯と檜風呂の山の湯の二つの浴室を持ち、男湯と女湯が一定期間で入れ替わる。 共に、岩造りの露天風呂を持つ。開業は2002年と浅い。京都大学の西村進、名誉教授と兵庫県立工業技術センターの現職員赤松慎の助言により、旧一宮町が1998年に公園の地下を200メートルまで敷くした上、温泉が出ることを確認してから、本屈作し掘り当てた。 一宮町思想市の第三セクター会社、針市の宮が開業時から指定管理者として運営していたが、2020年4月より新型コロナウイルスの影響により休業し、その後経営状況が厳しいこと等から再開を断念し、指定管理者を返上した。市は新たな事業者を公募するとしている。ありがとうございます。